近未来政治研究会。近未来政治研究会は、自由民主党の派閥。会長は、石原信明であり、通称石原派と呼ばれる。1998年11月30日、政策科学研究所、中曽根派渡辺派旧渡辺派から、分離独立した山崎グループ37名によって、結成され、武闘派集団として形成されていった。 山崎廃止原派。派閥結成当初は憲法改正に熱心で、過去に派閥メンバー全員で改憲論や政策集の単行本を出版した。当初は山中貞則が山崎卓の貢献役として在籍していたが、山崎と加藤光一が小渕恵三に対抗して1999年の自由民主党総裁選挙に強行出馬したのを機に離脱した。 小泉内閣では山崎が党幹事長、副総裁として主流入りするが、2003年の第43回衆議院議員総選挙では、山崎のスキャンダルが響き落選。山崎は副総裁を辞任したが、同派の会長継続を支持され、非議員ながら内閣総理大臣補佐官に任命され、一定の政治的影響力を維持し続けた。 山崎は2005年4月24日の補欠選挙で当選、政界に復帰した。小泉政権下での急激な勢力拡大もあってか、他派閥出身者や野党からの出戻り組みも少なくないが、結成以来、山崎や派閥幹部の安岡沖春、関谷勝次、亀井義幸らベテラン議員の面倒見が良かっため、他派に比べても依然まとまりがあった。しかし、 2006年の自民党総裁選挙頃から、藩安倍晋三志向の山崎に対して、一部が安倍支持に動くなど、派閥に、ほころびが出始めていた。2007年には、優政党半組だった、武田良太、元亀井派と、古川定治、元橋本派が入会。さらに、同年12月には、元党政調会長の石原信明が入会したが、これは、 政界関係者から驚きを持って迎えられた。山崎が石原を入会させたことは、石原慎太郎を父に持ち国民的知名度が高く、資金力もある石原を、次期派閥領収候補に据えることで、武部務や甘利明など山崎に反発する派内の動きを牽制し、山崎の政治的影響力を保つ目的があったと、される。一方で、石原慎太郎自身は山崎派とは、 関係がない。北朝鮮問題については独自の動きを見せる。山崎が、側近の田野瀬良太郎と包丁した際には、政府、与党内から強い不満が噴出した。2008年5月の派閥会合で、役員人事を一新。あまりを会長代行、石原を事務総長、山崎の副審である、木村義夫を事務総長代理、関谷を顧問に据えるなど、派閥の引き締めを図った。 同年には石原が総裁選に強行出馬。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、改選前の37議席から16議席へと勢力が激減した。会長の山崎も再度落選したが、派閥の存続のためにという理由で会長職を続けることになった。その後古川や武田は退会する。同年所属議員の激減による財政難から、 派閥事務所を閉鎖し、活動の拠点を山崎の個人事務所に移すことを決定した。2011年6月、会長代行の余りによって、最高日本が結成された。2012年、自民党総裁選挙に、石原が再び強行出馬するも、安倍晋三、石場茂に次ぐ3位にとどまる。その後の、第46回衆議院議員総選挙に、 山崎が立候補せずに引退したことを受けて、2012年12月20日、山崎が派閥会長を退き石原信明が新会長に、就任、石原派に衣替えした。石原会長の実定にあたる石原博志高も入会する。しかし、派閥幹部であるあまりや田中和則、山崎派初期メンバーであった都会、木三郎や原田義明らが新体制に反発して、 派閥を離れ、選挙前には、岡田博史、小泉昭雄両参議院議員も退会して、所属参議院議員が一時的にゼロとなるなど勢力は弱体化した。2012年、自民党政権復帰後の第二次、安倍内閣で会長の石原信明が、環境大臣として入閣。しかし、2014年の第二次、安倍改造内閣では、石原は、閣僚から外れ、 党内各派の中で唯一入閣者、党四役がゼロとなるなど石原派の礼遇ぶりが取り沙汰された。一方、かつて同派を退会した、あまりあきらは2012年以降経済、財政政策担当大臣のポストに就き続けた。2015年、森山博が農林水産大臣に就任。2016年には、金銭授受疑惑の責任を取り大臣を辞任した。 あまりの公認として、石原会長が再度入閣する。2015年、二階派との合流論が浮上。2017年には、事務総長であった、平沢克恵が派閥を退会。一方、分裂騒動に揺れる谷垣製作集団の中屋元、小里康弘が石原派のパーティーに出席して、依頼された理由が話題となる。同年8月の、第三次安倍第三次改造内閣では、 石原が閣僚から外れ入閣者がゼロとなったが森山が国会対策委員長に就任し執行部入りした。同年11月の第4次安倍内閣では閣僚と党役員が全員再任されたため引き続き森山が国会対策委員長を務めた。二千十八年十月の第四次安倍改造内閣においても入閣者がゼロであったが森山が 国会対策委員長に再任された。計1 1名、計1名は、第45回衆議院議員総選挙における落選者、原則国会議員で亡くなったことにより一時的に退会せざるを得なくなった人たちで、実質的な構成員であることに変わりない、は、正解を引退、は、個人。かっこないは、議員で亡くなった時点での議会所属。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。